皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール2022情報を紹介していきます。はい、ということでまたね、新しいお知らせが来たので動画を撮っていきたいと思います。今回紹介するのは、いよいよやってまいりましたオンラインマッチキャンペーンということで、まあ、以前からね、動画でいろいろね紹介していた通り、告知のなかった、期間中に行ったオンライン対人戦の合計数に応じて抽選契約権がね、もらえるよっていうイベントをようやく告知されましたので紹介していきたいと思います。先ほども言いましたが、期間中に行ったオンライン対人戦の合計試合数に応じて最大抽選契約権が3枚獲得できるイベントとなっています。現在お楽しみいただけるオンライン対人戦は試合オーセンティックイベントにて確認いただけますということで、まあ、毎週ねこちらのチャンネルで紹介している、まあ、オンライン対人戦のイベントですね。はい、気になる対象期間なんですけど、まあ、以前までは11月11日までなんじゃないかなというふうに言われておりましたが、さすがに伸びました。対象期間としては、バージョン 1.0.0 配信前までということで抽象的な書き方ですが、まあ、おそらくマイクラブクリエイティブチームが始まるのがバージョン 1.0.0 になると思うので、まあ、予告では春頃と、ね、言われているので、まあ、来年の春まで、この期間はあるということなので、まあ、半年近くあると見ていいと思います。その期間に試合数を出せば OK です。で、報酬内容としては試合数によって多少増えるものの、10試合で抽選契約権1枚、15試合で2枚、20試合で3枚ということで、最大20試合で3枚までというふうになっています。で、こちらで獲得できる選手についてはウェブサイト記載のものということなので、こちらの継続プレー得点の内容と同じアイコニックということになります。なので、まあ、以前もね、何回か紹介してるとは思うんですけど、フォワード、ロマーリオ、コルナン、インザーギ、ベッカム、ビエラ、中田、秀俊、ベッケンバウアー、ロベカル、キャンベル、プジョル、カーン、こちらの中から、まあ、最大3名もらえるっていうことですね。なので、継続プレー得点と合わせると、5枚獲得というか、この抽選契約権をもらえることになるので、多分、かぶりはしないんじゃないですかね。一応、継続プレー得点の方は重複しないというお知らせ来てますけど、今回の件は、かぶりのお知らせは特に来てなかったですけど、内容はこれと同じって言ってるんで、かぶりは多分しないという前提でいいと思います。はい、ということなので、こちらの11名から、まあ、最大5名手に入るとなると、かなり戦力アップになるんじゃないですかね。はい、あとは試合数の確認方法、こちらに載っています。下にも書かれていますが、対人履歴には最新のオンライン対人戦20試合分まで表示されますということで、まあ、表示されている分20試合あれば十分ですからね。この報酬最大ね、もらえるんで OK だと思います。ちなみに、今までに対人戦かなりもう消化してるっていう方は、一番下のお知らせ、このお知らせ掲載時点よりも前のオンライン対人戦も集計対象となるということなので、すでに20試合もこなしてるっていう方は特にまあやる必要はないですね。はい、ということで、まあ、半年の期間あるんで、こなしていけば、まあ、20試合ぐらいいけるでしょう。まあ、大体、まあ、3試合やるとしても7週、1ヶ月あればいけますね。ということで、まあ、バージョン 1.0.0 が配信される前にということなので、まあ、いつ配信されるかね、詳しい日程出てないですけど、配信間際で慌ててやるよりも、まあ、今からちょっとずつね、やっておく方がいいかなと思います。まあ、なるべく早くね、クリアしておいた方がいいかなとは思います。こちらのチャンネル eFootball2022 情報、こういうような、まあ、いろんなね、情報を紹介しておりますが、まあ、最新情報として紹介するものがあれば、また動画なんかは作っていこうと思います。そして最近は FIFA22 のね、配信なんかも始めたので、まあ、ウィーレとの違いなんかもね、感じながら今やってるんですけど、まあ、どちらもね、いいところあるんで、まあ、その辺なんかもちょっと学んでいこうかなと思っています。まあ、興味あるという方はそちらのね、配信なんかもチェックしてみてください。チャンネル登録まだの方は、良ければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。